植物にも感情がある。どうも、一斉です。今日はですね、タイトルやサムネイルにもあります通り、この動画ですね、1月の半ば頃に撮影したモンステラ増やしますっていう動画なんですけど、その時に水苔上にしてた子が、この通りですね、見事増殖に成功しまして、ちょっとお見せしますね。こういう感じでですね、めちゃくちゃ可愛い葉っぱがですね、生えてきてくれてるんですよね。一応ね、葉っぱが開く前の状態もスマホのカメラでちょっと写真撮ってたんで、ここに出してみますね。まあ、こんな感じで、最初はアグラオネマのドリルと同じような感じで、下からニョキッと出てきてくれてました。それがね、開いて、こういう感じの可愛い葉っぱになってくれた感じなんですよね。うん、こんな感じで。いや、本当にね、可愛いですよね。モンステラはね、増やしたことはあるんですけど、イエローモンスターとか、こういう斑入りのモンステラっていうのはね、多分増やしたことなかった気がするんですよね。なんでね、ちゃんと斑がね、入ってくれるかどうかもちょっと心配だったんですけど、全然ね、わかると思うんですけど、しっかりね、全体にバーッと斑がね、綺麗に入ってくれてます。やっぱりね、斑入りのモンステラはね、増殖かけても斑入りなんだなっていうふうに改めてね、思いました。はい。一斉の動画。でね、モンステラってポトスとかと同じ里芋科の植物なんで、増やすのってね、そんなに難しくないんですけど、それでもね、こうしてニョキッとこうね、ちっちゃい葉っぱですけど、可愛い新芽が出てきてくれると嬉しいものがありますよね。あ、一応ね、今のところ新芽がこうやってね、出てきてくれてるのってこの子だけなんですよね。なんでね、ちょっとね、他の子たちどうなってるのか、これちょこっとだけ水苔をね、掘り起こしてみてもいいのかなって思うんでね、ちょっとやってみましょうか。はい、じゃあね、この子ではなくて、で、こっちからちょっと見ていってみようかなと思います。これもね、同じイエローモンスターなんですけど、こっちはね、一人もね、芽が出てきてないんで、心配なんで先に見てみようかなと思います。どうなんだろうね。多分ね、死んでないと思うんだけどな。でもなんか心配ですよね。片方はすごい新芽が出てきてて、こっちは全然出てきてないっていうのは、どうしてなのかなっていう。ん？あ、あったあった。おーっと、これ死んでんのかな、もしかしたら。なんか色悪いな。なんかね、黒いわ。あ、こっち生きてる。あ、生きてるのと、片一方死んでんのかな、この黒い方ね。片一方はね、なんかすっごい色が悪いんですよね。二株あるんですよ。二株あって、片一方はね、すっごい黒くなってるんですよね。めちゃめちゃ真っ黒。だけど、この黒い方もね、映んないかな、カメラに。こうやったら映るかな。黒い方もね、なんか白いタケノコっぽいのが出てきてるんですよ。一斉の動画。これに映ってたらいいんですけどね。もっと寄れる？ちょっとね、今、モニターで確認してる限りは見えないんですよね。今、丸をつけてみますけど、この場所なんですよね。これが、タケノコなんですよね。この黒くて、なんか一見死んだように見えるんだけど、タケノコ出てきてるんで死んでないんだろうね、多分。ていうか、これあれかな？最初からこういう色だったのかな？なんか土の中に埋まってた場所とかで。もしかしたらそうかもだね。もう間違いなくこれ出てくると思うんで、このままにしとこうかなと思います。あんま触っても仕方ないんで、このまままた植えときます。よし、次はこっちの子ですね。こっちはね、もう一人こうやってね、綺麗な可愛い葉っぱが出てきてくれてるんですけど、他にも多分埋まってたと思うんだよね。なんでちょっとチェックしてみたいなと思います。もしかしたらこっちはこの子一人なのかな。あ、違う、え、なんか出てきてるわ。え、あ、すごいすごい。多分こっちもね、二人なんじゃないかなと思います。え、見て見て、出てきてるわ。ほら、わかります？これ映ってるかな、カメラに。もうしっかりね、これですよ。新芽がね、出てきてる。見えるかな？すっげえ。もうね、これ葉っぱ開いてくると思うわ。触んない方がいいよね、あんまりね。へえ、すげえな。もうね、戻しとこう。こっちはね、もう今のね、下からまた出てきてる葉っぱちゃんが、ちゃんとね、これと同じぐらい開いたら、一人一人でね、別で植えてあげた方がいいね、多分ね。いや、すげえな。感動ですよ。もう一人の子もちゃんとこんな感じでね、斑入りになってくれてるのかがわかんないですけどね。うん。いやー、でも、楽しみです。はい。はい、あとね、点芽の部分っていうのかな、この葉っぱを差し木した部分も、その後どうなってますかっていうコメントをね、かなり何件ぐらいいただいたのかな。結構ツイッターとかでもいただいてまして、動画のコメントでもなんかどうなってますかみたいな、結構ね、ちょくちょくいただいてて、なんでちょっとお見せしときますね。一斉の動画。
よいしょ、こんな感じで、もう全然葉っぱもね、1枚も落ちてないです、うん、すごいね元気にしてて、まあさすがにね、挿し木した時根っこがほとんどっていうか全く根っこがない状態でやったんで、ちょっとね葉っぱはこうカールっていうのこう丸まってきてるんですけど、だけど、うん、全然1枚も葉っぱ枯れて落ちたってこともないんで全然大丈夫かなと思います。はい、しっかりね根っこが増えて安定して水をね吸い上げれるようになってきたら葉っぱのね丸まりとかも取れてくるんじゃないかなと思います。はい、近くでお見せしましょうか。近くでお見せしてもあんま変わんないまあこんな感じですね。この葉っぱとかね本当に麩がすごい綺麗に入ってますよね。うん、まあこんな感じです。なんかねやっぱりモンステラって動画上げてみて思ったんですけど、なんかめちゃくちゃやっぱモンステラって人気あるんですね。なんか安定して人気あるんだなっていうのが分かりました。見てくれる方もすごい多かったし、こう最近上げた動画の中では多分一番かちょっと分かんないですけど、かなり見られてる動画なんですよね。で僕の中でそんなに見られると思って動画を作ってなかったんでちょっとびっくりしましたね。やっぱりモンステラって本当に、まあ、昔から人気あるんですけど、まあ今でもなんかすごくこう安定して人気がある植物なんだなっていうのをね改めて感じた次第であります。はい、そんな感じでこのね葉っぱのついてる子もすごく元気ですよっていう報告です。そんな感じでですね、僕普段から植物関係の動画をたくさんアップしてるんで、もしよかったらチャンネル登録の方よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。バイバーイ。